マシンは、首から肩、そして脇の下から二の腕の、ストレッチマシンです。はい、ではこちらやってみましょう。はい、サークルに手を置いていただいて、ここから肘をゆっくり上の方に上げていきます。はい、ここで小刻みに動かしましょう。この小刻みに動かすときに、このサークルを内側にしたり外側にしたりすることによって、肩甲骨周りの、ストレッチなんですけども、微妙な、筋肉の、ストレッチが変えることができます。はい、そうですね、これをしていただくと、とにかく肩こりの方はかなりこれで軽減、痛みが少なくなりますし、あと四十肩、五十肩の方ですかね、はい、なかなか普段動かさない方向に動かすので、こういった動かし方をしていると四十肩、五十肩にもなりにくいと。はい、では今度反対側を向きましょう。一回立っていただいて、今度こちらを向いて、はい、ちょっと向きを変えていただいて、少し前傾の角度をつけていただきます。このまま今度肘を上げていただくと、先ほどとはまたちょっと違った、はい、肩の付け根も含めて、背中の肩甲骨をすごく縮める形になりますね。片頭痛ですとかそういった方もですね、肩こりがひどくなったりすると頭が痛くなったりするので、こういった形で肩甲骨周りを柔らかくすることが非常に、そういった痛みの軽減にもつながっていきます。